その日は随分と天候で当たり騒ぎは一日当たった気がせずに聞いてたラジオから彼女の下した流れだったでは非常に残念なことでした。本日時給は終わりますとどこかの国の大同僚が泣きながら話をするまでは外は大きな鳥だった。空を覆い尽くしてくる大衆に風邪を飲み込んでどこかへと向かってる。やりかけてた電話のせいで一年ここで数々交渉震える体を今そうに自分にペットボールをしたプレイヤーずっと項目のタイトルプレイヤーなんかが途端に耳元流れが最近のご理解でしょ。うごめき出す世界大将波打つよ。当然大渋滞もうろうろくなには関係ないとどうやら観光の鳴き声でになってる。暴れだしドーナツがちょんちょん乗り出したシンクロを見てただ人に目指すのはギャーコーコーあのカナルボールへと英語フォンから以前声出してあと12分かよと告げる。このまま全て消えちゃってしまうならもうすれはないだろう。ざわめき出す悲鳴合唱を涙目になって休める10秒を疑いたいけど誰がどうやっても終わらない人類さんか駆け抜けろもんのゴミ行くんかその言葉ももう聞こえないくらいにただ目指していた丘の向こうはスズメの前に生き応えたいと飛びついたんだ。空を映し出す影の前にその向こうを書くの科学者たちは素晴らしいと手を打った。ただ何よそこから見る街の風景はまるで人